皆さんこんこにちは大です、えー、今日は名古屋であの講演会をしてたんですけどいや本当にあのーまあ、皆さんのように熱心にビデオを見てくださる方にあのいっぱい来ていただいてで、まあ、なんかどんなふうにビデオを見てるかとかどんなふうに役に立ってるかっていうことを教えていただいてあの本当に勇気づけられましたでまあますます頑張ろうと、まあ、いうことなんですけどあのー。 で今日ね懇親会でいろんな方のお話を伺ってて、まあ、懇親会で相談を受けるんですけどねあの例えば何か自分の周りにとかねこんな人がいてこういう風に悩んでてあのそういう人にどう関わったらいいんだろうって私答えないんですねいつもね。 でだからあのまあ、ちょっとわかんないけどこんなふうに考えてこんなふうに接してみたらいいんじゃないかとかであの何が必要かは相手の中にあると思うよって話してたんですけどねあの隣にいたまた別の参加者の人がね「何か私思うんだけど」って「あのあなたにそんなふうに相談してくれるってきっとあなたのことを信頼してるはずだから」って「あのもう直接聞いてみたらどう?」って言うんですね。でそれ何を聞いたらいいかってねなんね「か私に何か手伝えることある?」 私がどう関わったら役に立てるんだろうっていうふうに本人に聞いてみたらってあすごい,い,いアドバイスだなと思って。 なんか私それまで偉そうにいろいろベラベラ喋ってたんですけどいやいやもう本当にそういうコミュニケーションを取ったらいいんだよと思ってであそれだと思うって言ったんですね。あのでらにねあのそれで別に相手から何か言われてもそれをやんなきゃいけないって話じゃなくてそれを受けてなんかこういうことだったらできるけどどうってあの聞いたらいいんじゃないとかって言っててあすごいいいなと思って。で思いましたねやっぱりなんか別にあの私もコーチングの先生ですけど。あの えー、もう何がいいことかっていうのは、まあ、みんな知ってるったら大げさだけどやっぱりあのなんかコーチングのねその技術とか、まあ、理論に限らずですね何がいいコミュニケーションかっていうのを知って実践してる方は本当にたくさんたくさんいらっしゃるし。 でなんかねそういうのをこう参加者の人同士で話してて「あそっか」とかっていう風にね話になってるのを見てなんかああすごいいいなとう、えー、嬉しい気持ちになったあの夜でしたであのいろんなアプローチがあるけどなんか率直に話し合ってじゃあこうしようかって一緒に誰かとねそうできるっていうのが本当に一番勇気になるなと、えーまあ、そんなことを痛感したので、えー、皆様にもシェアしておきます。それでは